東日本大震災の時から放射能を恐れて避難しようとしてたりとかですね、科学リテラシーが全然ないと。僕みたいな人間が、いや、放射能を恐れてもしょうがないと思うんですけどねっていうのをいくら科学的に説明しても多分それは嘘言ってるとか、僕たちを誘導しようとしてるとか、そういうふうに多分思っちゃう人なんだろうなっていうふうに思いましたけど、まあそういう人たち放置してるとですね、必要ないことを恐れてしまう、息苦しい社会になってしまうと思いますので、発信し続けていきたいと思いますし、そういった間違った対策に関してはですね、声を上げ続けていこうというふうに思っております。テレビに洗脳されているのはもうこれ大衆マスですよね、はい、テレビがなかった場合はどういうふうに常識を発動するかっていうことですよ。コロナはとにかく怖いものだと、マスクしないとダメだとかっていう話ですよ。でそれを科学で全部裏付けしていくっていう、自分で勉強してね、あの医者とか今テレビ専門家ではない別の専門家に聞いて全部裏付けしていくだけですよ。みんながマスク好きなのは、うん、おそらくこういうことだと僕は思ってて、自分たちができる日常のちょっとした我慢とか努力の積み重ねで問題を解決したいと思ってるんだと思うんです。マスクだったら誰でもできるじゃないですか。そうだね、多くの人たちは、うん、僕たちがマスクを毎日嫌でもつけて我慢してるから、うんうん、コロナウイルスは収束するんだと、そういう日常のちょっとした我慢が社会を良くしてるって思いたいんだと思います、うん、要はそのみんな面白いことに、だから人流制限をしたら収束してるんだって、うん、それを信じたい人たちは、うん、俺たちが我慢してじっと家にいたから収束してんだって思いたいわけじゃない。だけど実際は感染しやすい人に感染したら終わってるわけじゃないですか。だから必ず減るわけです。東京レガシーハーフマラソン完走しました。しかしすごいですね、ゴールしたらみんなあのマスクが用意されててマスクしてましたよ。もうきついだろうに、もうマジで何十人か見ましたよ、マスクランナーハーフマラソンなのに。やめた方がいいよマジで、マラソン中はマスクを外そう、本当に外そう、怖いマジで。不要不急の外出を自粛しましょうという、まあここ3年ぐらい散々聞いたフレーズだと思いますけど、なんとこのフレーズですね、定番化しておりまして、なんか何十年に一回のもう寒波なんで、不要不急の外出を避けてくださいというですね、自粛要請がですね、マスコミからなんとかかってしまいました。どうですか？これまともに考えてください。でもね、真面目な日本人は、テレビがね、毎日、不要不急の外出は自粛してくださいって言ったらですね、ご飯を食べに行こう、外食の予定が入ってた人たち、キャンセルしなきゃいけないんじゃないかなとかと思って、タクシー捕まんないんじゃないかなとかね、そういうふうに思ってみんな自粛しますよね。そうした結果として飲食店売り上げ激減いたします。これ真面目に減ります。金儲けのことより命の方が大事だなんてねみんな言うんだけどさ、でももう補助金も入ってこないからね、コロナと違って。まともに考えましょう、ちゃんとね。不要不急の外出自粛っていうフレーズはマジで廃止してほしいです。マスク義務化、マスクと一緒にですね、廃止しろ。最近はね、やっとこうお祭りとかもですね、祇園祭りとか阿波踊りとか、全国のお祭りが4年ぶりに復活してみんな何の制限もなく見られるというのに、未だにマスクをつけてる人たちが山のようにいて、何なんだこれはと。もう熱中症になる、っていうか、息苦しくないんですかねあれ。その人たちをディスってるとか気になるからちょっと聞いてみたんですけど、別にその人たちにやめろって言ってるわけではなく、なんでやってるのかがわかんないんで、ついいろいろ聞いてみたんですけど、勝手にマスクしてるんだからお前は干渉するなとかですね、なんか怒られてる。俺さ、だってなんかコロナ期間中とか俺マスクしなくてめちゃくちゃ怒られたんですけど、マスク白派のやつらからイベントやるなとかですね、死ぬほど怒られたんですけど、超ストレスだったんですけど、俺の行動は縛っていいのかお前ら、なんでお前らマスクしてんのって直接聞いてるわけじゃなくて、ツイッター民のやつらに聞いてるだけでしょ。いいじゃないですか別に、僕のフォロワーさんに聞いてるだけなんで、惰性でつけてんでしょうとか。でもね、過半数の人がつけなくなったらつけない説とかもあったんですけど、つけてますよね結構。で、花粉症とかもないっすよ、ね、だけどつけてますよね。うだるような暑さじゃないですか、でもつけてるじゃないですか。こう周面恐怖症っていうんですか、要はブサイクだからつけてるとか、
なんか化粧するのがめんどくさいからつけてるとか、日焼けが嫌だからつけてるとか、みんないろいろつける理由をすげえ探してくるんだけど、コロナ前みんなつけてなかったじゃないですか、真夏とかって。つけてるやつとかアホなんじゃねえのみたいな感じで みんな多分見てたと思うんですけど、なんでこんなみんな優しくなったんでしょう。なんか基礎疾患があるんですとかですね、なんとか言ってるんですけど、昔からウイルスはいるし、病原菌はいるし、いつかはね、そういうので感染してしまうかもしれないわけですから、意味なくないですかとかって思うし、俺またマスク社会になるの超嫌だし、マスクをつけてる人ほんと最小限にしてほしい。だから意味もなくマスクつけてるやつ、やっぱマスクやめてほしいんですよ。それぐらい言わせてくれよ。あの意味もなくマスクつけてるやつマジでやめてほしいっす。マジでうざいし、またマスク社会に戻るの超嫌なんで、マスクをつけることが正義みたいなんとか、マスクをつけてる人をなんか意味もなく擁護することとかマジでやめてほしいです。